めてのダート挑戦、大外枠に収まりました。ゲーム開いてスタート切られました。最初は芝コースの上を通っての先行争い。6番のシゲルカが、外からは14番のナンチンノン、その外にはカフェシュプリームもつけています。内から1番のサクラデグラムは上がっていきました。どうやら赤い帽子6番のシゲルカが先手を取るようです。その後ろにナンチンノンつけました。サクラデグラムいっています。 それからカフェシュプリームです。当番のサクライン・ザ・スカイ、外を通りまして IWD、 11番のアドマイア・サガスが続いています。さあそして1番人気の12番レーザーバレットは中段より後ろというポジション、後方3投目でレースを現在進めています。横山典弘ジョッキーです。後方3投目に1番人気、3、4コーナーの中間先頭差し掛かります。シゲルカが先頭、シゲルカが、そしてサクラデグラム、外並びかけてきてナンチンノン、前3頭というところで今最後の直線コースに入ってまいりました。レーザーバレットまだ後方という中、前3頭の中、6番のシゲルカが、6番のシゲルカが、さらには14番のナンチンノン、そしてサクラデグラムもこの前の争いか、それからエーシンビートの外を通りまして、レーザーバレットも最後激しく突っ込んでくるが届かない。勝ったのは内で赤い帽子シゲルカが、ダート未勝利の馬ではありましたが、今回ダート3戦目、準オープンからのこのオープン連勝という形になりました。